サンフランシスコ湾の上流、金門橋からわずか24マイルのところにベネシア港とベネシアインダストリーがあります。ベネシア市はソラノカウンティにある垣根津海峡の北岸に位置しています。そしてサクラメント川とサンホアキン両河川が注ぎ込む350マイルに及ぶ水域の一部です。ベネシアは人口の増加、産業成長に伴いレクリエーション等が盛んな住宅地になりつつあります。その一方、小さい町独自の魅力と昔ながらの特徴を維持しているところでもあります。ベネシア市は主要水路陸路ともに接しており、これはベネシアの歴史を語る上で大切な要素です。ベネシアが西海岸の中央に位置しているという点は、サクラメントが現在の州都に指定される以前に1853年カリフォルニア州議会から公式に承認されていました。ベネシア港と産業地帯は元アメリカ陸軍の駐屯地と病院として利用されていた軍の兵器庫用の敷地を取り入れています。現在ベネシアインダストリーが所有しているこの敷地はベネシア港の本拠点であり、今も歴史上の重要性を保持しています。現在のベネシア港の存在はベネシア市と共同でインダストリアルパーク建設に必要な土地を獲得した少数の先見の明のある方々のおかげだといえます。民間所有のこのベネシア港は港から年間20万台の自動車を輸出入し、国内外の主要自動車会社との応対にリーダーシップを取ってきました。ベネシア港の特色としては桟橋が2400フィート、またその桟橋の深さは38フィートということが挙げられます。この桟橋には同時に3隻の船が着くことができます。そして専門的な荷の取り扱いや保管、各取引先によって指定された通りの配給作業ができる設備につながっています。特別に作られたターミナルと入港する際のさまざまなプログラムはコストの点から言っても他の港と比べて非常に安く上がります。しかも近代的設備と安全性、保証性の記録は世界的に有名です。ベネシアインダストリーの子会社であるベネシアポートターミナルカンパニーは20年間にわたり船舶到着の際の行き届いたサービスとその質の良さを誇っています。ですからベネシアポートターミナルカンパニーは評判も良く、西海岸では自動車貿易の主要な入港地になっています。港での作業とサービスは桟橋だけで行われるわけではありません。そこに隣接する3000エーカーに及ぶインダストリアルパークは西海岸で最も大きい海運産業地です。そのインダストリアルパークにはそれぞれの自動車会社のために便宜を図った非常に大きい倉庫があります。所有地の大部分は販売までに必要なさまざまなプロセスと自動車用倉庫として利用されています。現在はここに常に4万2000台の自動車が使用できます。ベネシアポートターミナルカンパニーは取引先の自動車会社の便宜を図り、より良い応対をすることが何よりも大切だと信じています。したがって港では様々なサービスが選択できるようになっています。ベネシアインダストリーの基本的なサービスには輸入車の鉄道車への荷積みと輸出車の荷下ろしが含まれています。輸入車が鉄道またはトラックで輸送されるまでの間、臨時に保管できる倉庫もあります。どの倉庫も設備が行き届いており、安全で明るくしてあります。港の土地を借りているいくつかの会社もまたそれぞれの敷地で組織的に自動車のプロセスを行っています。ベネシアインダストリーは各自動車会社の要望に応じこのようなプロセスができる設備を建設する予定です。またオプションとして自動車会社はベネシアインダストリーを通して完全なサービスを受けることができます。このフルサービスプランでは自動車会社は自動車がショールームに行くまでに必要なさまざまなプロセスと配給作業を選択できるようになっています。サービスプランとして次のようなものがあります。海運送による損傷の検査、あるいは船積み前の検査、リコスモライン作業、
船舶で運送中に受けたダメージの修理、自動車のアクセサリー、例えばラジオ、エアコン、ストライピングとリコール、フロアマット、バンパー、ミラー、トラックライナー、そしてモンロニーラベルの取り付け作業などです。ベネシアは保管からフルサービスのプロセスまで各自動車会社の要望に応じてこのようなサービスのどの組み合わせでもできるように手配いたします。ベネシア港の最も有利な条件の一つとして、ロケーションが良く自動車輸送用のオプションがいくつかあるということが言えます。インターステートハイウェイの680号線、780号線はサンフランシスコ、サクラメント、その他北カリフォルニアの市場に直接続いています。また両ハイウェイともインターステート80号線とつながっており、アメリカ国内のどこへでも配達ができます。ベネシア港はサザンパシフィック鉄道も使っています。フォード社はサザンパシフィック鉄道から出る輸送用大陸横断鉄道を使って東海岸へ新しいカプリを輸送することになっています。また毎年西のベネシアに向けて国内産自動車輸送用の1万3000台を超える貨車が来ます。この貨車は上に荷が積めるように何段にもなります。これだけの荷が積めるのですから、一旦空になったその貨車で自動車を再び東部へ輸送するのが常に可能なわけです。ベネシア港とベネシアインダストリーは各自動車会社との長年の取引を誇りにしています。例えば1970年からはトヨタ自動車販売、1974年からはクライスラー三菱車、1981年からは柳瀬ジェネラルモーターズ、1980年からはマツダ自動車、1975年からは日産自動車、そして1984年からはフォード車と取引をしています。ベネシアインダストリーとベネシアポートターミナルカンパニーは、改めてお得意様の皆様の我が社への長年のご贔屓に感謝の意を表したいと思います。そして今後将来も過去20年と同じように皆様の便宜を図り、伸びゆく自動車産業と各自動車会社の個々の輸出入の必要に応じられるよう献身していきたいと思っております。